八徳三原宮八徳区は台湾桃園市北部の四角区。八徳区は桃園市東北部、桃園大地の東北端に位置している。東は、二北市、うぐい区と、西は、中区と、南は、大谷区と、北は、桃園区と、西南は、平鎮区と、それぞれ接している。東西は6760メートル、南北は8460メートルとなっており、 西側は比較的開けている。東園市で最小面積の行政区域であり、人口密度は 4031km である。地形は大地となっており、地勢は東南部がやや高くなっている他は平坦である。海抜は110から1 1 5ルであり、夏統計が市内南西から北に向かって流れ、南、京に流入している。しかし農業面では、 水利灌外設備が不十分であり、市内には、筒見と称されるため池が点在しているのが特徴となっている。初期の入植者が雨水に依拠した農業からの脱却を目指し、また魚やエビの養殖を行うことを目的に築かれ、200から300年の歴史を有している。現在市内には80を超えるため池が現存している。八徳区の救名は、八かたまりと称し、 その由来には二節ある。一つは、開発が始められた七百四十一年、この地域に、小頭、小尾、稲頭、蓮城、球状、場外、交換、粗相の八集落があり、これにより、八家溜まりと命名されたというものである。もう一節は七百四十五年、福建、関東からの移民が入植し、社、小、旧、旅、来、来、暮れ、 李という八世の人々が、それぞれ家屋を建てたことより、八塊と命名されたというものである。1920年の台湾地方改正の際に八塊と解消され、戦後に八徳と解消された。数度の行政改変を経て1995年1月1日に、市政が施行され、八徳一となった。2014年12月25日、桃園県が、 直轄市となり、東炎市と解消したことから、八徳市は八徳区と改名し、四轄区となって、現在に至っている。国防大学本部キャンパス北門、大空里玉本宮。ありがとうございます。